皆さんこんにちは、宮野ひなです。突然ですが、皆さん英語勉強していますか？私は洋画が好きで英語に触れる機会が多いんですけど、なかなか自分で英語をするっていうのが難しくて、ちょっと勉強したいなと思ってるんですけど、勉強の仕方がわからないので、今回は真帆さんという方に英語を教えていただきたいと思います。真帆先生、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、まほです。シンガーソングライター、そして英語コーチとして活動しております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まほ先生が帰国子女じゃないって聞いたんですけど、はい、それでも独学で英語の勉強をしたって聞いて、どういう風にペラペラできるのかなって思って。あ、そうですね。でもひなちゃんと同じ高校生の時にもう英語が大好きで、もうどのテストでも英語100点取るっていうぐらいだったのに、ネイティブの人と直接話した時に、あれみたいな、なんか言ってること全然わかんないんだけどっていう風になっちゃって、なんかその教科書で習った内容とネイティブの内容が違うってことに気づいて、こんなんじゃ教科書じゃ勉強ならんって、もう教科書投げて投げて独学で学習し始めたんだけど、その時に学習してた一つの方法がシャドーイングで、それを今日はちょっと伝授したいなと思ってよろしくお願いします。シャドーイングっていうの初めて聞いたんですけど、どういうものなんですか？シャドーイングっていうのは英文があって、でその英文をネイティブが読んでます。でその速さについていって練習していくっていうものになってます。でコツとしては、そのネイティブの通りの発音と、ネイティブの通りのイントネーションと、ネイティブの通りのスピードについていくっていうことを繰り返していくと、あれっていううちにネイティブの英語が聞こえるようになる。まずそれが一つ大きな効果で、そうそう。でそれやっていくうちに、自分もポロ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 ってネイティブが喋ってる英語が喋れるようになっていく。でそれが自信につながって、すごくこう英語力が伸びていくっていう学習法です。はい、今日はですね、なんとひなちゃんのために私がオリジナルエッセイを用意してきました。タイトルだけちょっと読んでもらってもいいですか？ Dear Dreams Dreamers Dreamers、はい、Dreamers です。夢を見ている人たちへっていうものです。ちょっと今から私が読んでみるので、 What do you think is the single most important thing in order to make your dreams come to real? After setting your sights on a goal, you struggle and fail many times before achieving it. When that happens, the only thing that will change your outlook on itIt's not someone else's words, but your own mindset. というわけで、今日はこれを一緒に学んでいきましょう。じゃあ私がちょっとやってみます。はい、OK。少し後に続いて読んでいきます。Dear Dreamers, Dear Dreamers, What do you think, what do you think is the single, is the single most important thing in order to make your dreams come to real? わかります？ちょっと遅れるの。2、3語後ろを続いていくの。はい、ちょっととりあえずやってみよう、そしたら。Dear Dreamers, What do you think is the single most important thing in order to make your dreams come true? After setting your sights on a goal, you'll struggle and fail many times before achieving it. When that happens, the only thing that will change your outlook on it is not someone else's words, but your own mindset.それでは私も5分間シャドーイングチャレンジしてみたいと思います。スタート。スタートわけで、5分間の成果を発表していただきましょう。 Dear Dreamers, Dear Dreamers, What do you think, is the single most important thing in order to make your dreams come true? After setting your sights on a goal, you'll struggle and fail many times before achieving it. すごーい。これ無理ですって言ってたよ、最初聞いたの。これは私無理ですって。そうなんですよ。これができるようになると、今まで多分長文読解バンってやられた時、うわ長いって思ってたでしょ。で読むのに、What do you ってことは、まあ
が悪い先生だし、もっとシングルだったかっこいい。そうなので読解力もつくし、TOEIC とかも300点アップするとか、その受験とかの時の長文読解すらすら読める、内容理解できる、語彙力も上がる、発音も上がる、イントネーションも上がる、すごい総合的に学べるっていうシャドウイング。音を聞いて自分でやり方を学んでっていうのがすごく身につくなって思いました。そうなんですよ。と続けていつか海外とか行ってみたいなって思いました、うん、このシャドウイング続けてると留学行った時にスッと行ける。もし現地着いても、あ、聞こえるってなると、まず聞こえないともうなんかもうシャットダウンされてる感じになるじゃん、うん、そこがもうオープンされてるだけで、あ、頑張れる気がするになるから、そこの視野を広げるとか、英語力自分にあるよっていう自信つけるためにも日本でシャドウイングやるのがすごくいいかなと思います。多分試してみたいっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、私のインスタグラムでね、毎日、ほとんど毎日、ほんと15秒でできるシャドーイングレッスンっていうのを上げてるので、ひなちゃんも見てみて。ぜひやります。毎日やります。